皆さんこんにちは。今回は人気子役から俳優になった鈴木福さんについて詳しくお話ししていきたいと思います。鈴木福さんといえば2011年に放送されたドラマ「マルモの掟」で大ブレイクし、芦田愛菜さんと共に一世を風靡した子役として知られています。あれから13年が経ち、鈴木福さんも20歳を迎え、大人の俳優として活躍しています。そこで今回は鈴木福さんの現在の姿や彼の家族、そして芸能活動について詳しく見ていきましょう。まず鈴木福さんの現在の姿から見ていきましょう。2024年現在、鈴木福さんは20歳です。身長は169cmで、子役時代の面影を残しつつもすっかり大人の男性に成長しました。特に最近はかっこよくなったと話題になっています。インスタグラムのコメント欄には、福くんマジでかっこよくなった、彼女になりたい、シュッとしてかっこよくなっててびっくりした、良い感じに成長してるといった声が寄せられているそうです。鈴木福さんは2023年4月から慶応義塾大学環境情報学部に進学しています。大学生活と芸能活動の両立は大変そうですが、鈴木福さん自身のコメントによると、友達もできて楽しく過ごしているようです。友達できるかなとかいろいろ不安だったのですが、たくさんの人が話しかけてくれて仲いい子もできました、ありがたやーと語っています。また朝電車で待ち合わせて一緒に学校まで行ったり、食堂でご飯食べたり、すっごく楽しい、大学での初めての講義もすごく面白くて大学生活がワクワクしましたとも述べており、充実した大学生活を送っていることがうかがえます。さてここからは鈴木福さんの芸能活動について詳しく見ていきましょう。鈴木福さんは1歳の時から芸能活動を始めており、今年で芸歴19年目になります。デビュー作は NHK のいないいないばーでした。その後さまざまなドラマや CM に出演し、人気子役として活躍してきました。特に2011年に放送された「マルモの掟」では芦田愛菜さんと共演し大ブレイクを果たしました。この作品は東日本大震災直後の日本のお茶の間に癒しを届けたと言われています。ほのぼのとしたストーリーと、当時小学1年生だった2人による可愛らしいダンスが人気となり、最終回の視聴率は 23.9% を記録する大ヒットとなりました。またユニット「カオルとトモキ、たまにムック」として発表した同作の主題歌「まるまるもりもり」で、同年大晦日の NHK 紅白歌合戦へ史上最年少として出演するなど、日本のドラマに大きな足跡を残しました。さてここからは鈴木福さんの収入について見ていきましょう。子役時代の鈴木福さんは相当な額を稼いでいたようです。週刊誌に掲載された情報によると、2013年の鈴木福さんの年収は1億1000万円だったそうです。2011年の「マルモの掟」でブレイクしてから鈴木福さんのギャラは高騰し、ブレイク後は CM やドラマなどに引っ張りだこでした。当時は12社の CM だけで1億円は稼いでいたとのことです。ただしこれは事務所の取り分を含んだ金額です。鈴木福さんの現在の事務所はテアトルアカデミーが新しく設立したテアトルエンターテイメントです。事務所の取り分が半分だと仮定すると、手元に残る金額はざっと5500万円程度になります。しかし現在の鈴木福さんは当時と比べて CM 契約も少なく、映画やドラマの出演が減っているため収入も下がっているのではないかと推測されます。それでも一般のサラリーマンと比べればはるかに高い収入を得ていると考えられます。次に鈴木福さんの恋愛事情について見ていきましょう。鈴木福さんはこれまでに恋愛経験があることを明かしています。しゃべくり7に出演した際、人生初の愛の告白エピソードを披露しています。小学5年生の時から好きだった女の子に中学1年生の夏に告白したそうです。しかし残念ながらその恋は実りませんでした。その後別の女の子に付き合ってくださいと告白し OK をもらったこともあるそうです。
ただし手もつながないまま何も進展せず、結局は別れてしまったとのことです。現在鈴木福さんに彼女がいるかどうかは明らかになっていません。2024年1月放送のダウンタウンデラックスで共演者から恋バナを振られた際には、まあ19歳なのでそれなりにと答え、彼女の有無についてはそれはちょっとトップシークレットと意味深に言っています。よく噂される子役仲間芦田愛菜さんや本田望結さんについて気になっている方はいるのではないでしょうか。小さい頃から共演してきた芦田愛菜さんと鈴木福さんが付き合っているのではと噂されることがたびたびあります。それに対して鈴木福さんは否定しています。芦田愛菜さんに惚れたことあると聞かれたけど全くないですときっぱり答えた。アベマ7.2に新しい別の窓より子役の時は芦田愛菜さんと喧嘩することが多かったそうで、ごめんねと直接言いにくいため手紙に書いて仲直りしていたそうです。最近は全く連絡しておらず、でも今会ったとしてもギクシャクはしないです。久しぶりって言ってと関係性は自体は悪くないことを明かしています。本田望結さんは鈴木福君について、子供の頃に同じ事務所でレッスンも着替えも一緒だったので生まれた時から一緒にいる感覚ですと話しています。今でも福ちゃんと呼んでツイッターでやり取りがあって仲は良いですが、兄弟的な仲の良さの可能性が高いです。鈴木福さんは現在彼女がいるのかどうか情報は見つかりませんでした。交際しているのであれば注目されている俳優なので報道などで明らかになるのかもしれませんね。ここで鈴木福さんの20歳のインタビューについて見ていきましょう。2人は丸物を着てで共演して以来よく名前を並べて呼ばれることが多いです。6月に20歳になった俳優の鈴木福さんは6月の誕生日でのインタビューで第一線で活動している芦田愛菜さんについて語りました。丸もブームから13年、子役から俳優女優へ2人とも見事に成長した。僕は彼女をすごく尊敬しています。だから愛菜ちゃん福君と言ってもらえることはすごく嬉しいことです。あの頃の自分がなかったら今はないと思っていますし、今の僕を知ってくれて声をかけて応援してくれてる人もいるわけだからありがたいですと話しています。また20歳になった現在について、今の僕たちはまたちょっと変わってきているし以前と違うと思う、僕はまた丸物を着てをやりたいですと心境を語っています。最後に鈴木福さんが過去にあった交通事故について見ていきましょう。2016年10月2日当時12歳だった鈴木福さんが自転車に乗っていたところ乗用車との接触事故に遭っていたことが報道されました。事故は東京都杉並区高井戸東の交差点で起こり、50代女性が運転する乗用車と接触したそうです。この日本人のブログで所属事務所が、大変ご心配をおかけいたしましたが幸い怪我もありませんでしたと報告し、サンケイスポーツの取材に事務所は本日も学校に行っておりますと話しました。いかがでしたでしょうか。今回は人気子役から人気俳優になった鈴木福さんについての様々な話題に触れてみました。これからの活躍に期待しておきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。